YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハルです、今日紹介するお酒がこちら、サザンカンフォートです。こちらのサザンカンフォートというお酒は、リキュールの一種でして、1874年のアメリカ合衆国のニューオーリンズというところのバーテンダーに勤めていたあのマーティンという方ですかねの、正式な名前はちょっとわからないんですけども、によって、作られた、フルーツのとハーブを組み合わせたお酒みたいですね。主になんか、オレンジとかピーチやレモンなどが、使われているみたいです。有名なところでは歌手の、ジャニス・ジョプリンさんが、これを、愛飲していたということで、有名なお酒ですね、でこちらのサザンカンフォート、なんかちょっと初めてここ、ちょっと後ろ読んだんですけど見えますかね。SOCO の愛称で親しまれてるらしいんですけども、ちょっと私初めて聞きました。ちょっと知らなかったです。SOCO、多分このサザンカンフォートの SO と CO を、略称して、つけたんじゃないかなってちょっと思ってます。違ってたらすみません。こちらのサザンカンフォート、いろんなカクテルでも作られているみたいでして、ソコトニック、これサザンカンフォートとトニックウォーター、またソコジンジャーという、サザンカンフォートとジンジャーエールで割った、お酒でカクテルとしても、よく、親しまれているみたいですね、じゃあちょっと今日こちらをロックでいただいてみたいと思います。それでは、氷を、ついてきました、入れてきました。で、このサザンカンフォートを、今日はロックでいただきたいと思います。サザンカンフォートを、私の知っている人の飲み方では、ストレートと、チェイサーを、水と、交互に飲む、飲み方を、私の、知り合いの方は、知人はのそういう飲み方をしているんですけども、私は今回これをロックでいただきます。皆さん好きな飲み方で飲んでいいと思いますね。こちら、見てキャップがすごく、わかりますかね、すごく長いんですよね、キャップが。普通の、ボトルよりえらいちょっと筒が長いなって感じが、キャップが長いなと思います。いただきます。少しだけいただきます。やっぱこのキャップがなんか長い気がしますね。綺麗な、もうウイスキーっぽいような色をしてますね。匂いがすごい果実臭がしますね。みかんとかオレンジとかそういう匂いでなくて、そういう匂いもちょっとするんですけど、ちょっとなんか私はちょっと桃の匂いに、ピーチの匂いにちょっと似てるかなって思いますね。ピーチも入っているんでしょうけど、ピーチも入ってたかな、入ってたのか、ちょっとすいません、ちょっと成分をちょっと忘れてしまいました。ちょっとじゃあですね。
すごい甘いお酒ですねこれ、うん、なんかすごい喉越しがもう舌触りも喉越しもすごい滑らかですねこれは。今回私ちょっとロックでいただいたんですけども、これはこれはストレートで飲んだ方が美味しいかもですねやっぱり、うん、ストレートと、まあ、お水と一緒に交互に飲んでいたらもうこれもう薄まることがないので、うん、より濃い味が楽しめると思いますね。確かにここに書いてるように、まあ、トニックウォーターとかジンジャーエールで割ってもすごく美味しいと思いますね、うん、すごくまろやかです。アルコール数、まあ、確かにアルコール数ちょっとは、まあ、飲んだ瞬間にアルコール入ってるなと思うんですけども、なんか洋菓子を食べた、ケーキとかスポンジケーキとか食べた時にアルコール入ってるなって感じの雰囲気ですか、まあ、そんなアルコールの強さですね。ちょっと強めのアルコールが入ったスポンジケーキみたいな、うん、そんな感じに私は思います。けどアルコール度数はだいたい 21%、うん、まあ 20% ぐらい入っているってことですね、うん、の割にはまあすごく飲みやすいかなと思いますね、うんうん、サザンカンフォート、うん、ちょっとまあ甘口のちょ、うん、フルーティーなお酒を飲みたかったらこちらを飲んでもいいと思いますね。こちらでお会いしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。